ハイプレボルドーム野球人です。オリックス新助っ人候補今季取るプレー28発ブレント・ルッカー&エメルビーツさん17勝ジャレル・コットン大砲候補とリリーフ王を獲得調査ということでございまして、はい、今回はオリックスの新助っ人情報が出たので見ていきます。まあね、オリックス、打者の話はちょろちょろ出ておりまして、今回ね、まあさらにプラスで打者と、まあ、あとは初めて投手のね話題が出たというところにもなってきますので、まずは記事からチェックしていきましょう。オリックスがルッカー&コットン獲得調査。オリックスが新外国人としてアスレチックスのブレント・ルッカー外野手をリストアップしていることが13日分かった。ズバ抜けたスイングスピードが魅力で、メジャー通算10本塁打をマーク、攻撃力強化を図るため右の長距離砲を本格調査している。ルッカーは17年のドラフト1巡目でツインズから指名を受け、マイナーでキャリアを積んだ。アメリカ代表で出場した19年のプレミア12では本塁打王に輝いた。指名打者として大会のベストナインにも選ばれ、今季はトリプル A で28本塁打を記録。オリックスは今季リーグ最少89本塁打で、大黒柱の吉田正尚がレッドソックスに移籍した。FA 戦線では西武から森を獲得、ソフトバンクの圧倒的な資金力によって、日本ハム近藤の争奪戦には敗れたが、リーグ3連覇と、2年連続日本一へ球団の補強は活発だ。すでに大筋に合意していると見られるのが、ジャレル・コットン投手。魔球のような軌道を描くチェンジアップで、投球イニングを上回る三振を奪い、メジャー通算17勝を挙げている上、選抜経験もあるが、ここ数年は主にリリーフ。外国人でただ一人残留が決まっていたワゲスパックと共にブルペンを支えることになりそうだ。ルッカーと同じ右打者でメジャー通算22本塁打のフランク・シュインデル内野手に加え、今季 AA で30発を放ったレアンドロ・セデーニョ内野手を育成枠で獲得。的確に戦力強化を進めていくということでございます。はい。というわけで、まあ、ルッカーとコットンですね。まあ、ルッカーはリストアップで、コットンは大筋合意というところになっておりますので、まあ、ここのね、書き方の差についてもお話ししていきたいと思いますので、まずはね、ルッカーからチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。ブレント・ルッカー選手、2017年 MLB ドラフト1巡目指名の選手です。出身地はアメリカ。1994年11月1日まで28歳、193センチ102キロポジションは外野ファースト、右投げ右打ちの選手です。ルッカー選手は20年にツインズで MLB デビューすると、翌年の21年には213打席に立って9ホーマーを記録、台頭を見せました。しかし今季は4月にパドレスに、8月にロイヤルズにトレードされると、2チーム合わせてわずか16試合の出場にとどまり、苦しいシーズンでありました。一方でトリプレーでは自己最高の28ホーマーを放ち、高い打力を見せつけることができましたが、11月16日に DFA となり、その後アスレチックスにクレームを受け移籍となっていたということでございます。はい、ルッカー選手ですね、まだね MLB 経験はそこまでないプレイヤーではあるんですけど、しっかりとトリプレーでですね圧倒的な成績を残している選手ということでございます。で、11月16日に DFA となっていたんですけど、まあ、クレームが入ってアスレチックスにいると。なので、まあ、今現在もですね、40人枠入りの状態ではあるんですよね。その中で、まあ、オリックスが獲得調査ということになりました。まあ、なので、こう、フリーエージェントになっている選手ではありませんので、獲得するとなってもですね、まあ、アスレチックスと交渉して、上場金を払った上で引っ張ってこなければならないと。まあ、ルッカーに関してもですね、やっぱ、まあ、ポテンシャルは高い選手、年齢もまだ若いですし、マイナーオプションもあるというところになればですね、まあ、それなりの額を出さないと引っ張っては来れないのかなっていうところではあります。まあ、なので、まだまだこう交渉段階にあるというかですね、まあ、この辺がね、記事でもリストアップ程度にとどまっていた、要因でもあるのかなっていう感じはいたしますね。まあ、なのでリストアップはしているんですけど、確実に取れるとは決まっていない状態ではあるのかなと。で、そんなルッカー選手ですね、成績の方もチェックしていきましょう。はい、ではルッカーの成績チェックしていきます。 MLB の通算は81試合で打率が2割、240打数の48安打10ホーマー、 OPS 0.688 という成績でございます。はい。まあ、やはりですね、こう見ていくと、そこまで MLB の経験はないのかなと。ただ、少ない打席数でもですね、10ホーマー放っておりますし、まあ、1シーズン換算すればですね、まあ、そこそこやっぱ打っていることにはなるのかなと。ですが、今季は16試合で1割2分、5厘32打数の4安打、0ホーマー、OPS 0.378 という成績に終わっておりまして、まあ、今季はね、まあ、ブレイクも期待されておりましたが、なかなかこういう出番がなかったというところでございます。で、トリプル A ではですね、2割8分9厘、308打数、89安打、28ホーマー、 OPS 1.044 という成績を残しております。メジャーではなかなかですね活躍できなかったんですが、まあ、トリプル A では本当無双級の活躍と言っていいでしょう。まあ、OPS もね 1.0 超えておりますが、まあ、やっぱねトリプル A ではかなり活躍できているっていうのが今のルッカーの現状でございます。で、総評を見ていくと、高いバレル率を誇り、捉えた時の飛距離は抜群で、 MLB での経験は少ないんですが、トリプル A では圧倒的な傑出を叩き出しております。一方でコンタクト率や速球対応には難があるタイプなので、 NPB に来て速稼働
どう変化していくのかは重要になってくるのかなと。はい、まあね、彼の特徴としてはやっぱ長打力っていうところですよね。まあ本当飛距離っていうのはすごいものがありますし、まあかなり期待されている選手なだけあってですね、まあまあ一目見たらですね、その魅力っていうのは伝わってくるのかなっていう感じはいたします。で、一方でやっぱコンタクト率ですよね、そこは良くないですね。三振も結構してしまうタイプではありますので、まあその辺はスラッガーの宿命かなっていうところではあるんですけど、だとは速球対応に難があるタイプなんですよね。まあ MLB で結果出ないのもですね、やっぱここが影響してるのかなというところではありますが、やっぱこうストレート速い球になかなか、苦戦しているっていう選手ではあります。まあ逆に言うとですね、こう NPB の方が MLB よりは球速が落ちますので、まあそこはねしっかりとハマってくれればなというか、まあ彼のねウィークポイントも多少は、日本に来たら軽減されるところはあるのかなっていう感じはいたしますので、まあそこはある程度プラスには考えていいのかなと。で、そして守備に関してはですね、まあ主に両翼を守るんですけれども、基本的には、レフト線の選手で、まあできる限りこう DH に置くのが無難な感じはいたしますね。ルッカーに関しては、まあ一応ファーストのオプションもあるんですけれども、まあ基本的にはやっぱまあレフトがまあ一番無難かなっていうところではありますね。で、守備は上手くないっていうところでもあります。足はね、めちゃくちゃ遅いわけではないですし、平均くらいはあるんですけど、やっぱこう打球の判断っていうのが良くないというところになっておりますので、まあレフトか DH ですね、この辺を使っていくのかなと。で、まあオリックスがね、獲得したシュインデルに関しては、ファースト戦の選手ではあるんですが、逆に守備力は高い選手なんで、まあルッカーとこう使い分けは全然できるのかなっていう感じはいたしますので、まあその辺はいいんではないでしょうか。はい、まあルッカーね、見ていきましたが、今季トリプル A で最上位の打者といってもね、過言ではありません。まあかなりね、能力の高い選手なんで、取れるかどうかがまず分かんないっていうところになってきます。まあアスレチックスが出してくれるかっていうところにもなってくるんですけれども、まあ本当取れれば大きな戦力かなっていうところにもなりますし、まあかねてからですね、まあ日本に来るんじゃないかっていうふうに言われておりました。まあ広島じゃないか、巨人じゃないかみたいなこともですね、言われつつ、まあなかなかこう来日っていうのが実現しなかった選手なんですけど、まあ今回こそですね、まあついに来るのかどうかというところ注目かなと。はい。で、そしてコットンの方もチェックしていきましょう。はい、ジャレル・コットン選手、2010年 MLB ドラフト20巡目の選手です。出身地はアメリカ、1992年1月19日まで30歳、180センチ、90キロポジションピッチャーで、右投げ右打ちの選手です。コットン選手、平均球速約149キロほど、球種はスライダー、カーブ、チェンジアップなどを投げます。ドジャースのマイナーで経験を積むと、16年にトレードでアスレチックスに移籍すると、その年に MLB デビューし、初勝利もマークします。翌年の17年には先発ローテに定着し、防御率5点台ながら、球種を上げる活躍を見せたものの、18年の開幕前にトミー・ジョン手術を受け、長期のリハビリに入り、3年間 MLB での登板から遠ざかっておりましたが、昨年レンジャーズでリリーフとして復活し23登板、今季もツインズに移籍し、リリーフとして活躍するも、9月に DFA となり、ジャイアンツに移籍となっておりました。まあ、キャリアの最初の方は、先発として活躍してましたが、トミー・ジョンをやっちゃったんですよね。で、そこからなかなかね、こうメジャーに上がる機会がなく、まあリリーバーとしてですね、近年は台頭していた選手でございます。で、10月の21日ですね、ジャイアンツからフリーエージェントとなっていたというところなので、まあ今回オリックスが獲得調査ということでございます。まあ大筋合意ということなので、コットンに関してはですね、ほぼほぼもう決まりなのかなっていうところでございますが、はい、ではこのコットン成績の方もチェックしていきましょう。はい。では、コットンの成績チェックしていきます。MLB 通算は82試合で17勝12敗5ホールド。232.0 イニング、防御率 4.50 ですね。ウィップ 1.32、奪三振率 7.64、予祝率 3.57 という成績でございます。はい。まあね、MLB で17勝上げてます。先発の経験もあるというところなので、まあそこそこ実績のあるピッチャーと言っていいんではないでしょうか。スタッツもまあまずまずということですね。で、今季はですね、30試合に登板いたしました。4勝2敗2ホールド。43.0 イニング、防御率 3.56、奪三振率 8.16、予祝率 4.19 と。まあ今季もね、そこそこ MLB で投げてましたね。4勝も上げてますし、まあリリーバーとはいえですね、43イニング投げておりますので、まあまあ上々の成績ではないでしょうか。で、トリプル A でもですね、悪くないですね。22試合で4勝1敗4ホールド、1セーブ 25.0 イニング。39奪三振、防御率 2.88、奪三振率 14.04、予祝率 3.60 という成績です。
はい、まあトリプル A でもですね、特にやっぱ注目してほしいのが奪三振率ですよね。 14.04 ということで、まあちょっとね、すごいことになっているなというところでございます。まあメジャーでもね、そこそこ三振は取れるんですけど、トリプル A レベルに下がるとですね、またぐんとですね、三振が取れるようになっているのがわかります。はい、総評を見ていくとですね、ストレートとチェンジアップを軸に投球を組み立てていき、特に決め球のチェンジアップは独特の軌道で大きく落ちるため、高い奪三振率を誇り、 NPB で通用するか、この球がしっかりはまるかどうかが鍵になりそうな感じはいたします。で、彼はですね、まあストレートとチェンジアップ、大きくですね、まあこの球種2球種で、まあ、成り立っているピッチャーですね。まあそれぞれ 40% くらいで、まあ、あとはまあスライダーカーブっていう感じではあるんですけど、でその中でもチェンジアップですよね。まあ記事にもあった通り、こう魔球とですね呼ばれる球は、まあちょっと本当ね、面白い軌道を描くボールでございまして、まあこの球がね、本当決め球というか、Kパーも高くねなっておりますし、 NPB でもですね、まあ同様のですね、変化コントロールでいけるのであれば、まあ面白そうな選手かなっていう感じはいたします。そこまでにめちゃくちゃ球が速いわけではないんですけれども、まあこう決め球が1個あるっていうのはリリーフピッチャーとしては大きいよねと。一方で MLB マイナーを通じて極端なフライボールピッチャーではあるんですよね。なのである程度の本塁打は確保する必要はあるかもしれないということですね。はい、でやっぱまあ彼の特徴としては、まあストレートとチェンジアップをね主に組み立てていく選手なので、まあやっぱこうフライ率っていうのは多くなるよねというところになっておりますので、まあフライ率が多くなるということは必然的にですね、やっぱ非本塁打も増えてくるのかなというところにもなっております。まあリリーバーなので、やっぱねホームランっていうところで、まあ命取りにはなるんですけど、まあこれを払拭するにはどれだけ三振取れるかっていうところでしょうね。まあやっぱフライボールピッチャーっていうところは、まあかなりですね来日する選手の中でも多いんですが、まあただしっかりとこう三振をね取ることができれば、その辺は、そこまで気にしなくてもいいのかなっていう感じはいたしますし、まあオリックスもね内野守備がめちゃくちゃ固いわけではありませんので、まあそこまでね、ゴロピッチャーに固執する感じはないのかなっていうところにもありますので、まあホームランはある程度増えるかもしれないんですけど、めちゃくちゃね気にする必要はないのかなと。まあ本当実績と能力のあるリリーフピッチャーを引っ張ってこれたんじゃないかなっていう感じはいたしますし、こうセットアッパー候補としてですね、頑張っていただきたい選手と。はい、というわけで以上ですね、ルッカーとコットン2選手ご紹介していきましたが、最後ですねネットへの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応をチェックしていきます。ルッカーの話が出てきたのは今度獲得できなかったからなんですかねということですね。はい、そうですね、まあ、今回ルッカーの話が出てきましたが、まあ、近藤選手ね、ソフトバンクと最後まで競っておりました。まあ結局負けてしまったわけなんですけど、まあそこからね数日経ってルッカーの話が出てきたというところは、まあまあそういうことなんでしょうね。まあ先ほど説明した通り、やっぱそれなりにね、譲渡金がかかるだろうルッカーですね。まあ取るにはそこそここう資金も必要になってきますので、まあ近藤選手取れなかったら、まあルッカー行こうっていう感じだったんでしょうね。まあやっぱ吉田選手が出て行って、まあお金もですねそれなりに譲渡金入ってきますので、まあその資金をいかんなくね、使うことができれば、まあ全然取れる範囲ではあるのかなっていう感じでございます。まあただこうアスレチックスがですね、戦力として考えていて、まあ譲渡金ビジネスにも興味がなくですね、まあルッカーを出す意思がなければ取れないっていうところはあるんですけど、まあそこをねどこまでお金で交渉できるのかなというところでございますので、まあね近藤選手取れなかったのは残念なんですけど、まあこういうですねいい選手にしっかりとですね資金をですね、つぎ込む意思があるっていうのは、まあ一個いい傾向なんではないでしょうか。でこちら見ていきましょう。コットンは実績とか見るに中継ぎの本命なんかな。となると外国人を中継ぎに2枚避けるほど先発余裕ないし、ワゲスパックはある程度先発で行くんかなと。まあそうですね。で、まあコットンに関しては、まあやっぱりリリーバーとして考えているのであれば、まあまあやっぱ本命なのかなっていう感じはいたします。まあ助っ人のことを考えるとですね、まあやっぱ先発2枚の方が、まあまあ構造的にはいいのかな。まあ野手はですね、シュインデルとルッカーで、もしかしたら終わりかもしれませんが、まあ取るとしてもあと保険の選手でしょう。まあそうなれば、まあシュインデル、ルッカー、まあそして、まあワゲスパック、コットン、プラスまあもう一人先発っていうところがね、理想なのかなっていう感じはいたします。となるとまあワゲスパックね、まあ当初ですね先発で獲得していた選手ですから、まあまあ回っても全然おかしくはないのかなという感じはいたします。ワゲスパックを先発にしてもう1枚先発を取ってくるか、まあそれかあとはリリーフでもう1枚ね、左ピッチャーをもしかしたら取ってくる可能性はゼロではないのかなっていうところはありますが、まあそこのとこまあどういう動きになるか、ワゲスパックもそうですが、まああとね追加でどういう選手を取ってくるかというところ、まだね、外国人枠は全部埋まっているわけではありませんし、まあルッカーも必ず取れるとは決まっているわけではありませんので、まだね目が離せないところでございますが、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。